木曜日は知っとく長崎です。さあ今回はですね、子育て中のお父さんお母さんはもちろん、これからお父さんお母さんになるという方も必見です。ご覧ください。スタジオには子育て支援家竹本カレンさん、そして大野剛さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のテーマは長崎市の子育て支援についてということなんですが、親子でお出かけしようということになってるんですね。具体的に今どんな支援を長崎市はしているんでしょうか。竹本さん。はい、まず子育て支援センターについてご紹介します。はい、子育て支援センターには親や子どもの交流や仲間づくりができる集いの場、親同士が悩みを話したり子育ての不安や疑問などを相談できる相談の場、親同士の情報交換や身近な地域のいろいろな子育て情報を知ることができる情報提供の場の3つの特徴がある施設です。はい、おおむね3歳未満の児童と親が気軽に集まって自由に遊んだり育児相談などをすることができる場所で、長崎市内には10カ所の子育て支援センターがあり、1日100円でどなたでも利用することができます。はい、子育て支援センター、実は私も子供が小さい頃はよく利用しました。かなりもう行ってたと言ってもいいですね。もう本当行けばね、たくさん絵本とかおもちゃとかありますしね。はい、1日遊べますよね。はい、そうですね。1回100円ですもんね。それで、すぐすぐのセンターでは栄養相談であったり、あと小児科医による相談や、ベビーマッサージや季節の行事などいろいろなイベントも行っています。そうですよね、いろんなイベントやっていただけるんですよね。で、子育て支援センターはご覧の10カ所あるんですね。こちらです。もう本当市内全域にわたって広がっているという感じですよね。ピヨピヨ、ひなたぼっこ、風の子ランド、ピクニック、ピッピ、キズナ、ミナミ、森のクレヨン、ツバメサークル、そしてひまわり広場という10カ所です。はい、私はよく日向ぼっこ行きました。はい、長崎ですね。うん、もう本当自分のね、お家の近くを利用してもいいし、もうどこに行ってもいいんですもんね。はい、でもちろん子供を遊ばせておくっていうところですけど、いろんなイベントっていうさっき話がありましたけれども、はい、具体的にどんなイベントがあるんでしょうか。はい、絵本の読み聞かせや、はい、ベビーマッサージなど定期的に実施するイベントのほか、節分や七夕、クリスマスなど季節の行事に合わせたお遊び会といったイベントを開催しています。はい、近々開催されるイベントでおすすめのものは水遊びや8月生まれの子供のお誕生会などがあります。はい、お誕生会、はい、ちょっとね、いいもの持ってきたんですよ。はい、実は8年前ですね、7、8年前、これ私の息子と私が記念撮影してもらった時の、ね、みんな撮ってもらえるんですよね、はい、こうやってね。そうですね、お子さん可愛いですね。はい、ありがとうございます。3歳と、こっちが3歳かな、こっちが2歳かな。はい、ちょっと懐かしい写真。で、これで後ろにはこの手形も、はい、撮ってもらえる。もう結構これもボロボロですね。本当はこれじゃ蓋があったんですよ、表紙があって。はい、もう破けました。だいぶ月日が経ってました。そうなるまで大事にしてください。そうね、もうこれ一生ものですね。ね、こんな時の、ね、写真ってなかなかないですからね。はい、お誕生会は誕生月でないお子さんも参加できますので、そうです、ぜひ遊びに来てください。みんなにお祝いしてもらうって感じですもんね。はい、さあそしてですね、子育て支援センターの他にも親子でお出かけできるところがあるんですよね。あ、はい、民生委員さんや、地域の方々や保育士さんと協力しながら公民館やふれあいセンターなどで、親子の集団遊びや母親同士の交流育児相談を行うお遊び教室があります。はい、0歳から就学前のお子さんと保護者の方を対象としており、事前申し込みが不要でどなたでも無料で参加できます。子どもと一緒に遊んだり子育て仲間のお父さんお母さん同士で楽しくおしゃべりしたりできますね。お遊び教室無料っていうのがね、とっても魅力なんですよね。はい、さっきの子育て支援センターとまた違って、やっぱりこのお遊びをちゃんと教えてもらえるっていうか、はい、参加型になってるんですね。そうですね、親子で楽しめる場所ですよ。こちらは全部で35箇所あるんですが、それぞれの場所で月に数回ずつ開催されています。時間は場所によって若干違いはあるんですけれども、ほとんどが朝の10時から11時半までということです。これは申し込みが不要、参加費もかかりません。気軽に参加してほしいですね。
で具体的にどんなことをして遊ぶのかをちょっと教えてもらえますか。お遊び教室では、新聞紙を折ったり破ったりして遊ぶ新聞紙遊びや、お子さんの成長を記録する思い出手形作り、牛乳パックなど身近な材料を使った簡単な工作などを行っています。この新聞紙遊びっていうのね、なんか家では絶対できないですよね。そうですね、新聞紙バラバラにしてね、これはしゃぐんですよね、子供がね、はい、またね。で、さっき思い出手形作りって話もありましたけど、あるんです、思い出手形。私も取りました。これ母子手帳に、はい、こうやってなくさないように貼ってます。もう子供が1歳とかぐらいでしたかね、こっちも、はい、名前がもうバレバレですけど、ゆうかろうとはるま、はい、小さい2人子供がいまして、そうなんですよ、これは本当記念になりましたね。これ取らないです、こういったものは家ではやっぱり取れないので、ね、ここ行けばやってもらえるっていう、はい、ね、これ絶対行くべきですよ ね、はい、ね、お父さんお母さん行った方がいいと思いますよ。取ってもらえます。さあ、そしてですよ、これ私がだから子育て真っ最中、 2,3 歳の頃、子供が 2,3 歳の頃はなかったと思うんですけど、お父さんに向けたおわさび教室も今やってるんですよね。今長崎市民会館で、毎週ではないんですけど日曜日にパパデーを開催しております、はい、子育て中のお父さんたちはぜひ参加してみてください。やっぱり今イクメンって言われる時代ですからね。大野さんも3人のお子さんのお父さんということで、はいね、やっぱり時代の流れですよね、こういった教室が、ね、出てくるっていうのはね。そうですね、先ほど紹介になったパパデー私も1回目に参加したことがあるんですけど、そうですか、はい、非常に楽しく参加できました。本当お父さんお母さんも、ね、楽しめる。そうですね、なんでしょうね。で、これから新しく始まるという取り組みもお父さん向けの講座というものもあるそうですね。はい、今月から子育てパパ講座が始まります。今月から始まる、はい、はい、働き方の幅が広がって共働き世帯が増加するなど子育てを取り巻く環境は変化しているというふうに言われています。以前に比べると子育てに関わる男性を見かける機会が増えたように感じますし、イクメンという言葉もよく使われるようになりましたが、はい、どうやって子どもと向き合えばいいのかわからないとか、家事をしているのに妻に怒られたとか前向きな気持ちがありながらうまくいかないというふうなお父さんの声もよく耳にします。はい、子育てパパ講座ではそんなお父さんを対象にした講座で、はい、実際に仕事をしながら家庭や地域で積極的に活動をされている方々を講師としてお招きし、子どもとの関わり方や父親の役割などを学び体験する講座です、ね、今やっぱり夫婦揃って子育てする時代なんですかね。小野さんどうなんですか、どれぐらい子育てなんかされてますかちょっときつい質問。いや、個人的には頑張ってるつもりなんですけど、はい、そうですか、はい、それを妻がどう見てるかは分かりません、はい、それ確かにあるかもしれません、ね、奥さん結構厳しいですよね、評価。私もなんですけど優しい。あ、そうですか、はい、小野さんのところは優しい。優しいです。よかったです。小野さん頑張ってらっしゃるんですね、偉いですね。この第1回の講座がですね、あさって8月20日土曜日に開催されます。こちらはすでに申し込みが締め切られているのですが、第2回から第4回はこれから申し込みの受付が始まります。第2回の講座はですね、子どもの安全とママのサポートを学ぼうというテーマになっています。これママのサポートということで、産前産後のお母さんのことを勉強するというね、これ私個人的にすごくありがたいな、もうちょっと前にこれあったらなと思ったんですけどこういった講座で、第3回は子どもと楽しむ野外活動、パパの遊び術に磨きをかけよう、これも楽しそうですね。これ小学校ぐらいの、ね、お子さんのお父さん良さそうですよね、はい、なんかワークロープ、ロープアップっていう書いてますよね、はい、そして第4回講座は父親の役割って何だろう、男だらけの座談会、隣のお父ちゃんは今、これ隣のお父ちゃんっていうのはその父親同士ってことですか。そういうことです、はい、いろんなご家庭のお父さんが集まって、はい、うちはこうだ、うちはああだこうだっていうお話をしながら情報交換をして、まあ悩み事も相談事もちょっとしてみようという、うん、はい、そういった取り組みです。これ絶対ね、お父さんいた方がいいですね、興味ありますね私もね、はい、で、第2回の申し込み受付は来週から始まるということなんですね、ぜひ
ご自身の内容に合った内容、興味のある内容の講座に参加していただけたらと思います。たくさんのご参加お待ちしているということですよ。そして小さいお子さんと一緒にお出かけするときに利用する嬉しいサービスも始まるそうです。はい、私自身そうだったんですけど、はい、子ども連れで外出をしたときにおむつをどこで交換するか、授乳をどこでするかということで悩むことというのは多分あると思うんですね、うん、でも実は市内にはそういったスペースを無償で提供してくれている店舗、場所というのがあります、うん、はい、でそこで長崎市の方ではそういった場所を提供してくれる企業、場所を赤ちゃんの駅として認定し、はい、ステッカーを、このようなステッカーを配布するほか、うん、長崎市のホームページなどで紹介して外出先でもスマホなどで調べることができるように子ども連れでの外出を応援する取り組みを行います。あ、こういった赤ちゃんの駅が増えていくとほんとお出かけしやすくなりますね。そうですね、ね、これから長崎の町にたくさんの赤ちゃんの駅ができていくということなんですね。これいつ頃から始まる取り組みなんですか？はい、9月中旬頃には第1号の赤ちゃんの駅を、はい、ご紹介できると思います。じゃあもうすぐですね。そうですね、うん、はい、ここまでご紹介した長崎市の子育て支援に関する情報は長崎市子育て応援情報サイト eCAO に掲載されています。他にも子育てに役立つ情報が盛りだくさんですよ。ぜひ興味のある方はこちらのeCAOを検索してみてください。この赤ちゃんの駅に関してはですね、協力施設は随時募集しているということ で、はい、で随時認定を行っていくことになっているそうです。ご協力でいただける店舗お待ちしております。そして最後にもう一つ、小さいお子さんがいるご家族に嬉しい制度があるんですよね。はい、家族で支え合って子育て負担の軽減を図ることを目的として子育てしやすい環境づくりを支援する子育て住まいづくり補助金の申請を受け付けています、はい、対象は小学生以下の子どもがいる世帯、またはこれから出産のご予定がある世帯などで新たに3世代で市内に同居または近居する方を対象としています、うん、交付決定後に住宅のリフォームを行うか中古住宅を取得する方が対象となります。補助金の額は対象経費の5分の1以内、限度額は40万円です。ご希望の方は住宅課行政センター支所長崎市のホームページにある申請書を住宅課の窓口に直接提出してください。12月28日水曜締め切りです。なお予算がなくなり次第終了となりますのでご注意ください。詳しくは広報長崎8月号21ページご覧いただくか住宅課095-829-1189までお願いします。では最後にテレビをご覧の皆様へ竹本さんから一言メッセージお願いします、はい、子育て支援センターやお遊び教室は、子どもたちがのびのびと遊び楽しみながらお友達作りができる場所です、子育て中のお父さんお母さんにとっても相談や交流ができる良い機会になればと思います。どなたでもいつでも気軽にご利用ください。お待ちしております。大野さんお願いします、はい、子育て支援課では本日ご紹介した子育て支援センターお遊び教室の他にも電話などで専門の相談員が相談を受け付ける子ども総合相談や一人親家庭の方に向けた就労支援などを行っています。お困りごとやお悩みごとがあればお気軽にお問い合わせください、はい、今回は長崎市の子育て支援について子育て支援課竹本さん、大野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。